それから住まいの問題で特に私は気がかり、大変、気にしているのは福島原発で都内に避難された方、とりわけ自主避難者と言われる方なんです。で、子どもの被曝を心配してたくさんの方が都内に避難されております。ところが、この避難者に対しては2017年まで、家賃の支援があったんですけど、それが打ち切られた結果、家賃が払えなくて野宿を余儀なくされる、ホームレスを余儀なくされる人が出てきております。そして支援者の手によって生活保護を、利用している人もいます。こういう人たちに対して私は東京都は責任を持って、住宅を提供すべき、そういう立場にあると思っております。なぜかと言いますと、福島原発は東京電力が、管理、運営している、原発でありまして、そこで発電された電力の大半は東京都が、都民が利用しているわけです。それから東京電力の株主の、大株主の一人が東京都であ あるわけです。そういうことから考えれば、東京都というのは、あるいは都民も含めて避難者に対する全面的な支援をする、そういう道義的責任があるんじゃないかと思っております。それに対して東京都の支援というのは極めて不十分だと考えております。避難者に対して安心して住めるような住宅を低家賃で提供する、こういうことは、真っ先に私はやるべきで、東京都がやることによって国の政策を変える、あるいは福島県の対応を変えていく、こういうことをやるべきじゃないかと考えております。